T195 はアントニン・ドボルザークが1896年に作曲した公共詩。本作に霊感を与えたのは1853年に出版されたカレルヤロミール・エルベンの詩集、花束中の一編である。ドボルザークが作曲した5曲の公共詩のうち4作品は同詩集に収録された作品に触発されて書かれている。これらのうち少なくとも 水の聖、真昼の魔女、金の紡ぎ者の3作品は、最後の公共曲となった、公共曲第9番の完成から3年が経過した、頃に同時に、筆が取られて並行して作曲された。1896年作曲は1月の第1週から2月の第2週にかけて進められ、全曲の公開初演は1896年11月14日に、ロンドンで行われた。 反公開の初演は1896年6月1日にアントニーン・ベネビッツの式によりプラハ音楽院で行われている。水のせいでは溺れた者の,の魂を逆さにしたティーカップの中に捉らえてしまういたずら好きの水の妖精について4つの部分に分けて語られる。水の妖精が湖畔に立つポプラの木の上に座り、 月に向かって歌いながら、緑色の街灯と赤色の靴を編んでいる。間もなく彼の結婚式があるのだ。母と娘がおり、母は娘に自分が見た夢の話をする。夢の中では娘に泡立つ、水のように渦を巻く白色のローブを着せ、首には深い苦悩を隠した真珠を巻いたのだという。彼女はこの夢が、 虫の知らせであると感じ、湖へ行ってはならないと娘に注意する。母の忠告にもかかわらず、娘はまるで寄りつかれたかのように湖へ洗濯をしに、出かけて行き、そこで溺れてしまう。一着目の衣類をつけようと水へ手を伸ばした瞬間、彼女が腰掛けていた橋が崩れ落ちたのである。水に飲まれた彼女はそこに住む意地悪い水の妖精に、さらわれてしまう。娘を、 水中の自らの居場に連れ去った妖精は、黒いザリガニたちを自らの付き添い人、魚たちを神父の付き添い人として彼女と結婚する。最初の子供を授かるとさらわれた妻はその赤子に子守唄を歌うが、これを聞いた妖精は激怒する。彼女は夫をなだめようとし、また一度だけ母に会いに、陸へ上がりたいと恋願う。妖精は三つの条件の下、外出を許可した。 まず、相手がたとえ母親であっても一度も法要を交わしてはならない。次に、赤ん坊は人質として残していかなくてはならない。そして、番頭を継げる金の音の時刻までに戻らなくてはならないというものである。母子の再会は非常に悲しいながらも愛に満ちたものとなる。日が落ちると、母は取り乱して、娘を離そうとせず、金が鳴っても出ていくことを許さない。 水のせいは頭に血が昇って湖を後にすると扉を叩きつけながら娘に自分と共に来るように命じる。夕飯の用意が必要だというその声に母親はここから立ち去り夕飯になら湖の中にあるものを何でも食べればいいと告げる。再び戸を叩いた妖精は寝床の用意が必要だという。再び母親がそのままにしておけと告げる。続いて 子供が腹を空かせて泣いていると対抗する妖精に対し母親は子供を自分たちの元へ連れてくるようにと告げる。月光した妖精が湖へ引き返すと嵐が吹きつける心を突き刺すようなかんだかい音が聞こえる。嵐の終わりに大きな衝撃音が響き母子は不安をかきたてられる。戸を開けた母は戸口に広がる血だまりの中に体のない小さな頭部と頭部のない 小さな体が横たわっているのを目にするのであった。約21分。ピッコロ、フルートに、オーボエに、コーラングレに、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルニオントランペットに、トロンボーンん、チューバ、ティンパに、オーダイコ、シンバル、トライアングル、タムタム、カネ、ゲンゴブ。本作はロンド形式で書かれており、エルベンの詩文にかなり忠実に従っている。 エルベンの原作自体がロンドソナタ形式に落とし込みやすい構成で書かれており、多くの箇所でテクストが文字通りドボルザークの音楽と符合するようになっている。1896年11月22日、ウィーンでハンス・リヒターの式、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団の演奏により行われたオーストリア初演に際し、ロベルト・フィルシュフェルトは公演プログラムの執筆を依頼された。 これに合わせてドボルザークは、自らの意図とエルベンの詩文を音楽へ置き換えるに、あたっての音楽的解決策を記した手紙を、したためている。注釈出典。ありがとうございます。